7月7日、14日、安心の願いを唱う山本能楽堂に来ています、インタビューさせていただいたのが山本先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、あの素晴らしいこの能の舞台の前に今座らせていただいて、私本当に幸せなんですけども、はい、なかなかこんなとこね、あのやっぱ入れないと言いますか、なのでもう今日はもう本当嬉しいインタビューでした。で、あのお能を私初めて触れるんですけど、先生ちょっとですね、はい、あの体験をさせていただきたいんですが、はい、舞台ですね、舞台の方ですね、あの高砂というね舞台、はい、私とオリジナルで作ったこういう高砂特本っていうのがあるんですけれども、はい、本当の、ね、歌い本って、和紙に書いた縦書きの崩し字の漢字の難しいんですけれどもね、はい、こういうふうに分かりやすく、うん、歌いやすいものにしてますので、こういうの作るの難しいですね、なんですけどもね、少し、うん、まあ、体験どんなんかやってみようというのに、うん、あの子どもさんも大人の方もできるというのがこれです、はい。で、ね、よく結婚式なんかでですね、はい、聞くことがあると思うんですが、高砂やこの部分に帆を上げてという2人の門出を祝う歌いとして使われているんですが、まあ、内容はですね、あの高砂から住吉に船に乗っていくという移動の歌いなんですけどもね、あの日本人ってそういうこうめでたい言葉とか、はい、言葉に、まあ、魂があると思っておりますので、はい、それでこういうのをあのめでたい席で歌うということです、はい。で、ちょっとね、はい、どんな声か、はい、こういう感じで歌ってみます、はい。高砂やこの裏船に帆を上げて、こんな感じですね。で、西洋音楽のような音階がありません。好きな高さで歌っていいですので、はい、発声としては遠い人を、うん、おーいって呼ぶような声です。ちょっとおーいって呼んでみてください。おーい。それを高砂やと歌ったらしまいです。しまいですか？はい。高砂やいいですよ。で、続いてこのラブに頬を上げてと歌いますね。外でやることもありますから、はい、ぜひあの水辺で歌ってください。水辺っていいですよね、はい、大阪はね、水の都ですもんね、はい、皆さんね、左手も同じようにお扇子握っているように
ストルの真似事するような指をしたらですね、親指を中指の横に添えて人差し指で親指を軽く、そうすると扇子持ってる手になると思います、ね、で次に、脇を開けましょう。全部脇を後ろに向けます。脇を締めないですね。脇を全部返します。脇を開けてください、ね、脇開けて腕の部分だけ両手ともね、こういう風に返ってるのを肘から前ですね、アームの部分だけを前に押します。両手とも両方ともね、そのままね、両手をずっと前に上げてみてください。そうすると大きな丸田んぼかなんかを、大きな木を抱いてるような感じ。これだとちょっと肘が落ちてしまってますと、ね、で親指、そうそうそう、そうです、出ないで、下ろしてください。下見ない、下見ない。で、これなんでこんな格好してるかと言いますとですね、能の歴史の中で、まあ、武士、武家のために武家に見せる能だったんですけども、太閤秀吉さんがですね、豊臣秀吉さんが自分がやりたいと言い出して、じゃあ能役者さんどうしたかというと、太閤秀吉を、まあ、基本としたわけですね。ですので、まあ、武士の構え、すなわち太閤秀吉の構えなんです、これが。ですから、これ非常に脇、このままね、それこそ、いろいろ剣道とか、剣術をしたような手を、あの構えなんですよ。これ、例えばこのままこう上げてみてください、ね。この手っていうのは完全に受け身の手。どうですか？なんか、ちゃんとこれは受け身の手、はい、になってると思ってください。はい、そういう風な。ですから、例えば、まあ、泣くっていうね、泣くっていう、まあ、動きとか仕草といわれるものは、例えば歌舞伎だろうが、文楽の人形ですら、すべてこういうしなり が出てくるんですよ。しなり、こうしなってますよね。はい、で、例えば泣くとなったら大概こういうふうにいろんなことをしますね。能、うん、の場合は今の構えのまんま、これをこういうふうに上げていって指伸ばしてください。はい、これで泣いてるっていう表現なんですか。とても泣いてるっていうふうに思えないでしょ。でもこれにあとは能面、あとで出してるんですけど、能面とか、それから発声する声のトーン、悲しいやというようなトーンで泣いてるのを表現するわけですね。ですから全然、例えば女の人が泣く場面だったら、女の人がこういうふうには泣かないんですけども、実は演技している中のいる人が武士だったからこういう構えになっています。そのままですから能の歴史の中で実は途中からこういうふうな、こういう構えに逃げてみてください。構えに変わっていったと思いますね。で、今おっしゃってましたように、まあ、例えば重心がどこにあるかというと、本当にこの真ん中から吊られているように中心にずっとあるんですけども、ここから歩んでいきますね。今からじゃ あの動きをします。で、今の構え、肘張ってますが、まず舞というのは必ずすり足でいきます。なぜすり足かというと、見てられる方が自分より位の上の方であられる武士とか侍の方々ですね。なのでつつましやかな歩き方をします。音を立てずに、でまず左足をスーッと吸って全部出してみましょう。スーッと、ね、で目は絶対下を見たらありますよ、ね、足をつま先を上げましょう。左のつま先ね、上げます。で次にこのつま先を蓋するときに、膝でね、足の甲をグーッと押すかのように、ね、蓋しました。でこの時にこの後ろにある右足の方のアキレス腱、はい、これを伸ばしてください。こういう状態になります、ね、で今ここの状態はすなわち左の方に重心が乗ってますので、右はいくらでも動かせますね。ですので右をずっと前へ滑らしてきて、ね、自分の前へ乗ってきます。そしてまたつま先を上げるという動作、これを蓋することによって重心を右に乗せて左の方のアキレス腱を伸ばしましょう。
こういう動きをします。でスーッと出してきて上げてペタンするときにギューッとギュースキャンですね。ペタンのときにギューッとギュースキャンをします。目線はそのままギューッとですね。そのままずっと目線を遠く見たままいきます。ギューッとスーッペタンのときにギューッとスーッペタンのときにギューッとスーッギューッとスーッペタンね、同じようにで、これで体操をしましょう。膀胱炎そのまま足の裏だけでいくんですよ、ね、でペタンとギュッペタンの時に下を見ないで腰を引いていきます。こっちの構えを忘れないペタンの時にギュッ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 ですので、必ず、すり足で歩くこと、それから目ん玉を動かせません。なぜかというと仮面劇ですから。で今から能面ね持ってきますのでそれかけて歩んでもらいますが、今のようにすり足、それからですね、例えば今日はまあ主に動きというか舞いはしませんが、例えばね、普段の歩行ですね、現代人の普段の歩行は、左足が出たら右手が出ます、はい、これが当たり前です。これが普通の歩行ですが、脳の場合はですね、左手を仮に上げたとしたら左足から出るんですよ。左足、右手上げてたら右足から出るんですね。何もなくて右手が上がってきたら右足で止まります。何もしてなくて出ていって右手が出てきたら右足で止まります。逆に何もしなくて左手が出てきたりしたら左足で止まるってことは手足一緒なんですよ。でそれで歩いてみるとこういうことなんですね。こういう南部っていう歩き方なんですけども、例えば時代劇なんかでね、なんか上下来た人が出てくるときに、ね、偉い人の前では必ず膝を、ね、こう上げれないんですよ、はい、ですので膝っこうといって膝をつけて歩くんですけども、その時に絶対にこういうふうには歩かないんですよ、ね、これ変でしょ。あ、はい、こう歩くんですかね。これ絶対こういう歩き方するわけです、はい、これの結局膝を上げてる状態だと思っていただければ手足が一緒ですよね、はいはい、で、今からちょっと質問を書いてもらいます、はい、じゃあ座ってください、はい。これの能面ですね。私たちは能表、訓読みで略して表と言ってますね。赤女と言いまして、代表的な能面といえばこういう顔ですね。で、ね、能面というのは実はですね、よく、犯人は能面のように無表情だったみたいなことを言いますけどね、これを例えば少し下向けてみましょう。変化していくことによってちょっとうつろだったり悲しそうだったりね、これは動くですね。壁にかかって美術館とかね、博物館とか壁にかかっていたら無表情ですけども、これは私も動き出したら動いていく瞬間を見ると、ね、希望があったり喜んでたりという、これだけのことで全然表情が変わりますね。で先ほど言ったこう泣くって言ったらこういう時に少し下を向いて、先ほどの泣くっていうね、全然しなりがないんですけども、これはやっぱり泣いてるように見えますね。それにあら悲しいやというような低いトーンで歌うことによって悲しい場面ということが感じれると思うんですね。外国なんか行くとね、日本の言葉がわからないので皆さん聞こえてくるトーンね、感情がそこは非常にあるなし、または明るいくらい、または恨みであったりね、そういうシーンは全てこの能面と聞こえてくる声のトーンで感じてもらってるわけですね。でこれをねかける時にはね必ず決まりがありまして、
どこもかしこも持てません、はい、これは、まあ、あの昭和の時代に打たれた能面なんですけども、はい、ここしか、それはどの時代のもんでもそうなんですけど、ここの紐を取ってる白くこう剥げてますね、はい、ここしか持てません。こういうとこ一切触れません、はいはい、から必ず儀式があります、はい、必ず能面をかける前に、かける人は、ね、一礼しますね、よろしくお願いします、うん、何に対してか、これを作った作者に対してと、うん、これを大事に大事に使ってくれた先人に対しての感謝の気持ちと、これにやはり宿っている霊にね使わせてもらいますと一礼しますので、それは必ずしてください、はい、ね、ではここを紐のところですね、はい、を両手で持ちましょう、はい、で一礼します。で返してください。しっかり持って、片っぽしっかり持って返します。え、先生怖いですよ。うん、なんてことはないです。噛みません。はい、でね、はい、中にね、こういうちっちゃな、はい、あのクッションのようなのがあるでしょ、はい、あ、面当てと言いますね、はい、なぜこんなことをしてるかというと、はい、本当でしたら、あのつける人の顔に、の肉付きによっていろいろ微調整するんです、はい、で、まっすぐなってるところを楽屋の内で作っといて、で、その先ほどの悲しい場面やったら少し下向いたり、嬉しかったら少し上を向くっていうようなことをしてるんですけども、はい、そういう、あのになる状態を作っています。で、顔に当てますね。目と目のところに自分が来るように もうしっかり持っててくださいね、まだ。目のところに、あの、ね、ご自分で中から顔を見て、あの能面の目の穴を2つありまして、それを今顔にかけられました、はい、そうすると中の目はですね、いくつに見えますか、目の穴は。1つです。そうなんですよね、1つで見てるんです。で、実はそれね、利き目で見てられるんですよ。え、で、片方ずつ目つぶってみてください。同じ方が利き目です。それ人によって個人差がありますから。何が同じ、あ、片っぽずつつむってるの、目を。はい、それで開けて同じ方が、じゃあ右です。ええ、まあ、それ人によって左に行くともありますから、はい、で残念ながらこれはあのカメラでは絶対 できないんですよね。カメラで再現できないのは、もういろんなテレビとかいろいろやったんですけど、絶対不可能なのは全て一眼レフだからですね。二眼レフのやつがあればいいんですけども、で実は片っぽの効き目で見ることによってね、距離感が非常にあの分かりづらいですね。どこまでが舞台かって分かりにくいでしょ、はい、なのでこの柱があるんですよ。ん、はい、これ柱があるでしょ。あります。こっちにも柱があるんです、はい、これで距離と方向を測ってます。ですから少し静かに前進してみましょうか、はい、普通でここにまで来て、はい、これまで来ても、はい、この柱さえ確認しておけば、はい、自分が大体どの辺にいるかというのが、ですからお客さんにとっては邪魔な柱ですが、はい、役者にとっては大事な柱ですね、はい、でこれで先ほどのすり足してみましょう。すり足で歩く方が安心して歩けるというパターンですね。今ね、あの撮影されてますのでね、はい、足を揃えてみましょうか。で、手は首元に落とします。肘だけ。これね、今どれぐらいね、見えてるかっていうのを、まあ、実際にね、
ですね、はい、例えば少しだけこう下を見るとピンポイントで誰がいるかっていうのが分かるでしょう。逆に、はい、ね、こういうピンポイントが見えますけども、はい、全体っていうのを一度に見渡せない状態であるということです。ね、先ほど言いましたこの柱というものも非常に大事に、はい、まあ、演じていきながら例えば回っていきながらこの柱を確認したり、はい、こちらの柱を確認したりして演じていくわけですね、はい、ですのでこの4本の柱っていうのをちゃんと確認しながら回っていきます。じゃあそこでまたターンしましょうか。回転してすり足で先ほどの Stay.